分かつまで知らん二人を分かつまで このステージの幕を開けてから一曲一曲を積み重ねてきました。一曲一曲の中に私なりにいろいろな思い出がよみがえりました。本当に8年間っていうとても長い時間がこの中に刻まれていたようなそんな気がします。ただ約8年間振り返ってみるとなんて早かったんだろうな、そんなふうに思えてしまう。これがたとえ10年であったとしても15年であったとしても20年だったとしてもきっと同じようにあっという間だったなってそう感じるんじゃないだろうか。そんな長い時間ですら短く感じるんですから、今日幕を開けてから皆さんと過ごした時間が本当にあっけなく思えてしまうのは仕方のないことかもしれない。ただ今日私はこのステージ一つのピリオドを打つそんな気持ちで歌ってきました。私にとって皆さんにとってもこれからまだまだ時間は続きます。その時間やっぱり大事にしていかなければいけないし、私自身ももちろん大事にしていきます。でも皆さんと一緒に歩いた8年間、皆さんが一緒に歩いてくれた8年間、その中で生まれた思い出は絶対に消えることはないんです。私の中でもきっと皆さんの中でもずっと残ってくれると思います。皆さん、いつかこのステージが皆さんの中で思い出と呼べるそんな時が来たら、そっと振り返ってみてください。このほんの数時間、この中に込められた一曲一曲の歌、皆さんの思い、私の思い、すべて思い出してください。思い出だけは消えることはなく、いつまでも残り、そしていつでもよみがえるものだと思います。不死鳥伝説。